ギリギリナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナインティナイン岡村です。矢部です。昨日のお話なんですけど、昨日韓国料理が食べたくなりまして、で新大久保の方に、ちょっと車で出向きまして、ほうほうほう、サムギョプサルを、テイクアウトしようと。テイクアウト、テイクアウト、でテイクアウトしようと思って、新大久保の方でなんかテイクアウトできて、新大久保で美味しい韓国料理屋さんっていうのを、まあ、調べて。いっぱいあるもんね。そうなんです、めちゃくちゃあるんですよ。ほんでその中でも、まあ、あのベスト10みたいな中の一つ、にサムギョプサル、分厚い、あの分厚めのお肉が最高みたいな書いてあって、まあ、ここにしようかなと思って、でマップカーナビを使わなかったんですね、でマップで、あのスマホのマップにコピペして、住所コピペしてそれで行ったんです。はいはい、でそのなんちゅうのマップが出してくれる通りに行ったんですよ。だんだん道がね、狭なってきたんですよ。実際の道が、実際の道が、あのここを左ですとか、ここを右ですとか、あの言うてくれるんですけど、やけに狭いなと思って、でちょうど突き当たり T 字路になってて、で左に曲がらなあかんかったです、その、あのマップが言うには、で曲がろう思ったんですけども、曲がりかけた時に、あ、これもう行かれへん、そんな狭い、狭すぎて、でちょうどお店のまあ、何やろう、それはだから車も通るからか分からんけど、なんかちっちゃいガードレールみたいなのがあって、左側にね、で右には電信柱がボン、電信柱が邪魔ん時あるよね。あ、これまあ僕そんなに運転技術もうまい方じゃないので、やばいよね。で案の定曲がろう思ったら、もうそのセンサーがピピ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 ピって鳴り出して、その音でパニックになって、ほんで後ろ下がろう思ったら、後ろからタクシーが来て、来た来た、やばい、プレッシャー、焦る、焦ってんねん、もう、ずっとそ あのビビビビっていう、もう、これ以上あの行ったらぶつかりますよっていういう音やねん、もうピピ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 ピカーナビみたいなモニターにパーンって映んねん、もうぶつかりますよみたいな、映る映る、それがなんか定点みたいにもなってて、やばいよ、ほんであの妻も乗ってたんですけど、後ろで見てくれと左、であの窓バーッと開けて、ならまあ妻があかんと思う、まあ勘やけどな。あ、そう、で俺は免許持ってんの、持ってる、持ってるけど、ほとんどあの車を運転しせえへんから日頃。でもそういう奥さんでもあかんと思う、あかんと思う、左はあかんと思うって言うから、後ろタクシー来てるから、で、まあ、タクシーはちょっとこう一旦後ろ下がってくれて、俺もちょっとバックして、もう一回切り直して左に曲がろうと思って、その間もセンサー鳴ってる、鳴ってる、切れるけどねあれ。うせえん、切った方がいいタイプじゃん。俺切んねん。もうちょっとしたことでピッピになるから、分かってると。分かってんの、ピッピになるの。ぶつかれへんからって。切れんのあれ。あれ切れる、音切れるよ。待て、俺も知らんがな。ずーっと鳴ってるよ。スイッチある、どっかにあるから。鳴ってるとこ、光る？ボタン。鳴ってるとこ？そうそう。鳴ってるとことか分からんわ、全然。どこが鳴ってるとか、
どこのボタンとかも分からない。もう、あの、乗ってる時からもうそれ鳴ってるから、ピピピって。一応やっぱ、昔の人とかはもう、そんなんいらんっていう人もおるから、切れるようにはなってんねん。ああ、それは知らなんだ。もうだから俺駐車場でも常になってるのも、ピピピって自分で入れるとこ、ピピ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 めちゃくちゃ焦ってただから、うん、で後ろバックしてまたちょっと切って、うん、行って、うん、で見てくれとあかんと思う何回聞いても左あかんと思う左あかんと思う左だからもうちょっとこう外に行ったら今度右の電信柱の方にまたモニターが映ってるの、うん、また前の方のセンサーオレンジ色のなんかセンサーで映っててピピピピピピって前になってん。そういう時でも右寄せの方がいいと思うわ。そやけど左あかん言ってんねんもん奥さんが。分かってる分かってるけど俺の方から俺の方からこう右見ても分かれへんねん。その先っちょなんとなく分かるやろ。まあ、なんとなく分かる。これまでの分かるけどもセンサー鳴ってるからこれも ぶつかるんちゃう。センサー切れんねんで。切り方知らんねん。もう、こうなるもんや。車はなるもんや。最近の車は。最近の車は。もう一個前のやつはもう、ならへんと思ってて、ボタン押したらなるようになったからな。逆や。そやね、今の、だから、今乗ってる車も最初から買った時からなってるからやな。うん、なるもんや、思ってるやん、こっちは。どこにボタンあるかもわからへんから。ほんで、何回も気になる。でもこれありがたいことに後ろのタクシーの運転手さんはピッと鳴らすこともなくずっと待ってくれてはって優しい人、まあ、そうちょっと苦手な人なんかなって思ってくれた。まあなんちゅうのこんなちっちゃいおっさんやのに、まあ、車だけはちょっと大きな乗りたいタイプやからちょっと大きめの、うん、そうか 4WD やからだからタクシーより大きいね。はるかに大きいね。はるかに大きいね、うんうん。ほんで、もうこれ、前、こするか、うん、後ろのその、左か、こするかかな、と思って、そ、うん、やけど、もあまりにも時間かけすぎてるから、うん、ほんで、また通行人もその、来て、うん、そうか、うん、じろじろ見られるし、前、通られへんわけよ、人も。ああ、そうか。道いっぱいに止まってもてるから。体感何分ぐらい？そこの角曲がるのに、うん、10分かかったんですよ。それあかん。ほんでタクシーの後ろにもう一台車来たんや。そら来るよ道やもん。ほんでもうとにかく曲がらな、うん、どないもならん思って。そやもう行かな。うん。で左を擦るよりかは自分の前をちょっとこする感じで行くしかないのかなと思って、うん、でもこすらんといてくれよって思いながら、もう勘や。もう勘というかもう、うん、そう、その音とともにビビ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 ビ言いながら何回も何回もちょっとずつちょっとずつ切り返して、うん、でみんな見てる通行人は。見てる。なんかほら、流行ってるやつ食べてはるやん。みんななんかチーズのこんなべ、なんていうやつあんな食べながらじーっとさ、何してんねんこいつみたいな顔で見られてさ、とにかく人もこんといてくれと。後ろも車来てんねんと。うん、こまがらなもう、知らないやんって。そういう時奥さんどうしてんの？あかんと思う。あかんと思うしかね。10分か。10分か。まだあかんか、まだあかんか、言ってたけど、まあまあ、最後は、左はいけるかもわからんって言って。おで、俺が右の前はちょっとわからんなーって、言うて、最後なんかビビビビビってなりながらも、こう、最後こう、ギリギリ曲がれた。擦りもせずに。で曲がれたわー言うても、そっからまっすぐな、うん、同じ幅やねん。狭いね。ずっと。ギリギリ。ちょっと自動販売機が出てたりするわ。あるある。ほんで、これまた運悪いことに、なんか、電線の工事 してあって、脚立をバーン置いてて、で、その、作業員の方が4名ぐらいいてて、ほんで、だいぶ道路出てんな。道路出てはって、ほんで俺がバーって入っていったら、なんか、こんなとここの車入んのかみたいな顔されて、その、作業員の方に、ここの家のもんかみたいな指さされて、この、ここ入んのか、
俺違う、もう黙って前前行きますって言って前の前指さしたら、え前行くみたいな、行くつもりかと、そう、あの言わ、あのジェスチャーされて前ですって言ったら、もうしゃあない、こう脚立をさ、そのなんかその人の玄関の中にこうしまって、まあしょうがない、言われて、でもその人らを見てるわけ、こいつ大丈夫なんかみたいな、そうや、ほんでそこもなんとか無事、あのその作業員の方の顔も見ながら、うん、いけそうですかねみたいな顔したら、うーんみたいな顔してんねんけど、うん、そこもいけて、うん、でそのままこうまっすぐ行ってたらやな、うん、今度また左側に大きな電柱がバー出てきて、うん、こうさすがにミラーもしまわな、あれやな、ほんまギリギリんとこやな、でミラーパーン閉まって、うん、でちょっとずつ行ってたら、あれ多分韓国の人やと思うねんけど、うん、そので電信柱と俺の車こうやって見ながら、うん、で俺の顔見て、うん、首かしげて無理やでみたいな、これ多分無理やと思うわみたいな顔できたらあかん大きさやって、そうやねん、せやけどもほんまに奇跡的にやな、抜けれた、抜けれて、で抜けれたと思って、もうその前、大通りや、ね。大通り、うん、それ曲がったらええよ、思ってけど、両サイドにさ、なんかあれ人気店なよな、うん、若い女の子、うん、いや、両サイドにこうなんか待ってんねや。うん、なんか買うのに、うん。で、その人らにジロ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 見られてやな。うん、頼むから下がってくれと。うん、見んといてくれと、俺を、うん。もう見たらもう、なんか、プレッシャーになる。プレッシャーになるし。恥ずかしいし。恥ずかしいし。うん、でもこれがほんまにギリギリやってんけど、うん、奇跡的にこすらんといけて。その間俺、あそこほんま30分ぐらいかけたんちゃうかな。その狭い道。狭い道。だから人も通さなあかんから、うん、もうその何メートルぐらいな、まあ長いっちゃ長かったけど、うん、25メーター、もうちょっとあんたかな。30分あったらもうそう。30分もかかってないか、さすがに。30分はかかってないけど。お店で食事終えてる時間やで、もう。30分ぐらいに感じた、俺は。ほんで、なんでこんな道をね、うん、あの、マップがね、うん、出すんやと思って。近道、っていうことやな。抜け道やんな、いわゆる、だから。ちゃうかって。なんだ、昔の？あの、徒歩の方で検索して。うわぁ。だから車なんかで、そんなとこ、行くなやっていう。だ、あかんねや、うん。徒歩の、なんでかなぁ思ってみたら、こう、人のが歩いてる、マークになってて。ようできたオチ。じゃ、オチ言うか、俺もう背中びっちょびちょやで。徒歩で、調べてた。徒歩で、そう。そらあかんわ、4分で。えらい時間かかるなぁ思っててん。こんな狭いとこ行くかな、うん、だからみんな歩いてるはずやわ。みんな歩いてるよ。徒歩の道やもん。そうやね、うん。徒歩で出してくれってて。うん。なとこ入っていったらあかんよ。歩いていくとこに。そらみんな嫌そうな顔するわ。なんかもうほんま爪が甘いな。いやほんま。徒歩のマップや。でも、やっぱり、あれやな、あの、妻だけやったな、拍手してくれたの。そら一人しかおらんでもしゃない。いけたな、言って。いけたで。で、これ見てみ、言って。徒歩やで。徒歩のルート出してるわ、拍手してくれた。拍手してくれた。いや、こすらへんのかいって言ってくれへんかった。いやもう逆に無傷すごいやん。でもほんまにあの最初に左にあかん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 って言ってた。無理無理ぶつかると思う。あかんと思う。あかんあかん。何回も言われたそれ。いやよう行けたな。でもいやほんまだから中川家のネタやないけど、あのロケバスの運転手さんがこれ行けます言うて、うおーって言われるぐらいのクラスやったと思う、うん、そこよう、うんうんうん、ようあの道入っていって、うんうん、よう通過できたなと思うわ。馬なってんのちゃう、じゃあ多少。いやあれほんま行ってほしいわ。今度ラジオで
スペシャルウィークに中継してほしい。そこ入っていけるかどうか。番組の企画やん。狭い駐車場に車庫入れとかな。いや、ほんまに、あそこ、ここ行ってたんやって多分言うと思うわ。うん、それぐらいの道やって。三回もこすらんと、ほんまに、綺麗に。でも、車進入禁止ではないねん。ないねん。だってその、車通ってもええ、タクシーの大きさの車やと行けんねや。行ける。あの、余裕やと思う。やっぱちょっと、俺の車がちょっとでかすぎたんやと思うけど、うん、だってその、両サイドにはほら、ガレージある家もあったから、車入ってくんやと思う。うん、だからタクシーもそこ入ってきてたし、うん、でも大きい四駆じゃなかったでしょ。ああ、よ、大きい四駆はみんなも言うてたもん、うん、こんなん絶対こんなとこあれやな、こ車入れられへんよな、ハイエースとかって、うん、って言うてたもん。それぐらいのとこ通ってその後のサムギョプサルうまかったわあ、うまかった、よかったやん。うまかった。なんかほんまに一遍あそこの道、どうやってこれ曲がるって聞きたいぐらい。その運転上手い人。上手いやろ運転とか。自信あるやろ。上手いかは分からんけど、まあそうやな。自信はあるな。ああいう時、ちょっと、大回りして曲がらなあかんのかな。せいで。曲がらなあかんのかな、じゃないやん。せいで。で、大回りしたらもう右の電信柱に当たりそうやって。俺はもう右見てたから。うん、右見てて、音がピピピって鳴り出したから、これおかしいな。当たりそうなんは当たり前やねもう。その道で、四駆で行ったら。まあ、そうやろな。そのために、その、なんか、なんやろうな、ガードレールも、お客さんが出てくるとこやから、うん、そのガードレールもそこにバーンって立ててたんやろうし。狭い道な、左後ろの、この、内輪さんの方が、やっぱり、怖いね。うん。だから、ちょっと、あ、大丈夫かな、ぐらいの大回りしたら、大体大丈夫。ああ。大体。だから昔一回ほら当たってるから、そういう細い道入っていって。俺のミラー？違う違う。あれは当たってないね。あれ当たってじゃなかったことにすんなって。あれ当たってね、コツンって。あれはギリギリセーフやってんけど、一回も完全に。アウトやねんて。傷ついてるし。で、ポールやったし、あれ。絹田スタジオ行く前の。ああ。めっちゃ覚えてるやん。ああ、言うてるやん。ポールはあるなぁ思ってあの辺。あんねん。それに当たってん、コツンって。で、俺が確実に。で、コーチと顔見合わせて。俺が確実に当たったのはそこじゃないね。ほんまに何回も今回みたいにこう切り返して切り返して曲がろう思って、その時もでかいトラックみたいなの乗ってたからな。何回も切り返して切り返して、まあ、そこ、間違って入っていきはる人も多いねやろ、狭いから。ほんで、バックした時にガシャーンって当たったら、もうそこのお家の人がもう多分、ね、何回も当てられてんねん。こらー言って。すいませんって言って謝って。それが後にほら、27時間テレビの時に、さんま仲いいので、連絡来た人やねんけど。そう、その人もすっごい平謝りして、俺もすいませんって。ここも生どっかぶつかって、あれせなあかんねやろなぁ、思ったけど、吸って。もうあれ一回吸ったら、じーっていくやろからな。まあまあでも。吸ったことあるけど。あれも、あかんねんな、一回駐車場とか吸ったらさ、もう戻っても行っても、ずーっと。そう。あ、もうこうあかんねや、思ったら、ザーって行く。だから、本当は当たった思ったらもう行ってしまった方がええねん。だから。傷としの浅さが一番浅いと思う。当たったってなるやん。こすったってなるやん。うん。ほんで、びっくりして戻るやん。うん。ギャーなるやん。うん。あれ戻ってもギャーなんねや。うん。ほら入れてまえってなるやん。うん。ほんだギャーってまた。もう一回行くねん。もう一回行くねん。ずっと。それでだから駐車場、あれやもん、塗り直させられたことあるからね。一回の方がマシやろな、まだ。一回の方がマシや。もうそれがセーフやった。ほんまに。怖かったわ。よう帰ってこれたと思う。ほんまに。こうか、ガッて当たりながら、帰ってなあかんかったかもわからん思ったら、ゾッとするわ。
まあでも、まあ、日本がな車大事にする文化やから。いやほんまやね、ほんまな、そのバンパーとか当てても外国当てて当たり前やみたいな感じとは違うからやな。びっくりしたもんな、フランス、パリ、パリで当てて車庫入れしてんの路上で。構えんな、ガーンガーンって構えん、うん、カルチャーショック。なんならちょっとこう開けて駐車したりするもんな、ブーって押して、それがだから事故扱いにならへん、なれへんもん、そういうもんやん、バンパーなんかも当たってなんぼみたいな、うん、そんなことになれへんか、移動手段やね、うん、100%。 そうやね、うん、ただほんまあれやわ、あのなんかなんちゅうの、うん、サムギョプサルは美味しかったけど、うん、あのなんていうのかな、もう一個ホルモン、ホルモンのなんか、やつ、ホルモン鍋みたいなやつ買ってんけど、うん、それはなんかこすったこすってないに関係なしに中で汁めっちゃこぼれてた。なんでか知らんけど、俺の背中ぐらいビチャビチャになってたもん、その入れ物の中で、まあ、まあ斜めなってるからやろうな。いやそうやね、まあでもほんまギリギリセーフやったんで、ほんまにまあ私のミスですけどね、その徒歩で出してしまったっていうのは。徒歩ね、なんで気づけへんかったよな、時間とかで、えらい時間かかるなと思ってたけど。じゃあ、あでも早くもついてないんか、そんだけ時間かかってたら。ついてない、ちょうど徒歩ぐらいの時間。いやだからよ。かかってんねや。そう、じゃあ、あれと思って、こんなかかんねや新大久保までと思ったし。体感30分やったら、そうだから全然、そのほらもう土地勘も全然分かってないし、もう昔から道覚えへんし、うん、覚えてる道路で水道道路ぐらいやから。でも新大久保ね、時間かかんねんなと思って。何回も通ってた、覚えへん、自然と。いやもうほんま覚える気がない、ね、覚える気がない ね、 ないね、もうだからカーナビ頼りというか、そういうマップ頼りやから、うん、しゃあないね、それは。まあ徒歩で行くかやな、今度から。ほんまや、もうほんまにそれは、うん、生きり立ってそんな車で入っていったらあかん。ただほんま何にも傷なかった、ほんまによかったなあ。助かったわほんまに。絶対こすった話やと思ってた。もうこすってないね最近。俺のこすってるけどな昔。あれセーフやってん、ほんま。アウトや。どういうことやねん、セーフ。あれはもうギリギリセーフ、あの時もギリギリセーフやったよ。それアウトって言うのよ、それは。もうでもな、もうあの車もないしな、直そう思ってもな。何十年経ってんねん。もしあっちだとするなら直したいとこやけど、あの車ももうないもんね。いやもうそれはもう俺別にもう弁償とかも言わへんかったしな。まあな、うん、弁償する気もなかったしな。当たってもいい、する気はあれよ。当たってもいいひんと思ったし、あれ当たった、スーツパンツもな、裾ボロボロにしたからな、遠足で。ああ。かっこつけて。そういうのもありましたですけどね。まあ今日は楽しく行こうや。モスグリーンの。今日は楽しく行こうや。すずえや。行っていい？いや、行っていいけど、いっぱいなんか傷生かされてるなぁ、思って。行くよ。昔から考えたら。行っていい？楽しい放送していこうよ。そういう。喧嘩腰やめて。喧嘩腰でね、こう、やっぱり思い出すやんか。うん。まあ忘れて。傷とか。綺麗さっぱり水流して。始めていきましょう。まだあるねんな、ほか、多分。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組は、ミニプロ、ワンカップ大関、アガルートアカデミー、タカスクリニック、ブルボン、エイブル、AK レーシング、株式会社サテライトオフィス、太陽生命、映画トップガンマーヴェリック、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあ曲いきましょう、はい、桑田佳祐フィーチャリング佐野元春、世良正則、チャー、野口五郎で時代遅れのロックンロールバンド。ナインティナインのオールナイトニッポンではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com です。ツイッターはハッシュタグナインティナイン ANN をつけてツイートしてください。ナインティナインはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。
今夜はおじさんたちと一緒にわちゃわちゃしよう。ナインティナインのオールナイトニッポン。イルカは尿の味で仲間を判別している。20点ナインティナインのオールナイトニッポン。メールです。ラジオネーム通り、岡村さん、新大久保は歌舞伎町に車を止めて歩いてください。うん、30分車で心臓が飛び出そうになるくらいなら歩いてください。いや、だからあんまり新大久保もプライベートで行ったりすることもなかったしね。ロケとかしか行ったことなかったから、だからこういうことになったんやな。徒歩で出してくれとったからな、そもそもマップは。車やったらまあ違う道なんやろな。車やったら多分、だからあの途中であれ違う、あの案内を終了します言って目的地周辺です、まあ、みたいなことなのかも分からへんけど、入られへん。でも、でもどう考えても車はあのお店やと、その大通りのとこのどっかに駐車して歩いて、結局歩いていかなあかんわまあそうやと思うで、そんだけ狭いとこやったら、うん、だってそのお店自体俺確認せんと出てきたもん。多分その細い道路にあったんやと思う。あ、通ってんねや、じゃあ。通ってんねん。通ってるけど、そんな店のことなんかもう考えてないもん。その、この、ここを通過する、して、大通りに出ることしか考えてなかったから、もうサムギョプサンのこと、それ忘れたもん。うん。ん？で、大通りで止めて買いに行った。大通りに止めて、ちょっと申し訳ないけど、その、買ってきて、っちゅって。うん。うん。で、買って、来るわ、言うて買ってきてくれてんけど、うん、そのお店じゃない、たまたま、あのその大通りに2号店があってそこの、うん、ほな花からそこでええやんと思ったけど、まあ、そうや、本店を出してたから。本店がまさかそんな狭いところにあると思ったら、2号店が大通り沿いにあったんや。ナイスと思って。でも今遅いな思って。遅いな、うん、2号店あったで言って帰ってきた。2号店が2号店は大通り沿いやったで言って。2号店やったな、うん、行くべきは。味一緒かってすぐ言ったけど、まあ、一緒やと思うで。2号店やから、ね、2号店やからな、うん、子供は乗ってたよ。だから後ろ仲へんかった。仲へんかった。寝てぐっすり寝てた。ピピピでぐっすり寝てた起きて泣いてたらもっとパニックやったわ、うん、そんなもんいや、パニックなるわな。そらそうや。ピーピーピーより、うん、ピーピーピーなんてちっちゃいもんですよ。そうやん。赤ちゃんの鳴き声からしたら。助かったよ、寝ててくれて。ラジオネームプーリー。岡村さん、もう見栄を張って大きい車に乗るのやめませんか。それこそミラのような車に乗り換えませんか。お子さんが大きくなった時に狭い道で汗びちょびちょになって後ろ見てって言ってるお父さん見たくないはずです。小さい車でも運転上手な方がかっこよく見えます。ねえ、まあそうやけど、なんかやっぱでっかいの乗りたい。自分が多分小さいからやと思うけど、小さいからこそなんかでっかい車に惹かれるというか、だからハーレーも乗りたいと思うし。ああ、もうはあ、ハーレーこそ難しいやろな。パパさんっていうのがあるから。パパさんっていう、あの、ちょっとこう、あの、なんて言うんですかね。あの、車高も低いというか、シートも低くて、乗りやすいやつあるから。起こせるかな、倒れた時。それ巨人賞も言ってた。でもコツがあるって言ってたから。そう、コツあんのよ。あんね。腰にガッと乗せてね。そう。うん。いつかちょっと撮りたいなと思ってるけど。まだ思ってんねや。まだちょっと、ハーレーはね。でもまあそういえば、結構四駆とか、おっきな車って、女性多いっすよね。運転してはんの。まあなあ。結構多いんですよ。うん。やっぱ、あれちゃう、こう視界もええし、なんかこう、うん。運転はしやすいような気がする。いや、あと多分。狭いとこ行かんかったら。まあまあそうね、うん。普通の国道とかね。そうそうそう。その道路やったら運転しやすい。見通しもいいやろうし。あと大きいと向こうが避けてくれるような感じもすんねん。なんとなく。こっちももちろん避けんねんけど。まあまあね。そう、向こうがちょっと避けてくれるような気もするから、大きいと。まあそら、そうやわな。そう、そういうのもあるから。
でもあとやっぱりあのママが多いから、うん、運転してるのやっぱ子供がこう安全に乗りやすいみたいなのもあると思うね。でもやっぱりちっちゃいおっさんがちっちゃい車から降りてきたらやっぱりみたいに思うやろ。そうやってリスナー見つけた時そんなこと言うやろ。ちっちゃいの乗ってはるリスナーは大きい車でも言うよ。うわ出てきよった、おかこれ出てきよった、ちっちゃいちっちゃいおっさんでっかい車から降りてきよった。まあどっちでも言うか、どっちでも言うのよ。まあどっちでもええけどいじってくれて。で言わへん、あのちっちゃい車乗ってても言わへんのんちゃう。ちっちゃい車乗っててちっちゃい運転手のおっさん降りてくることあるやん。ある普通にあるやん街中で。あるけど、まあまあ、まあそういうのもあんねんけど、まあ俺自身もだからね、あのまた自分自身もまあちっちゃい男やなと思ってんけど。あのこれ久しぶりにね、うん、あの番組のスタッフさんとご飯を食べに行こうって言って、うん、でご飯あのお店にそうすごいとこありますと、おでもそのお店はもう予約で埋まってて2年待ちのお店です。最近よう聞くな。そうやね、うん、で会員制みたいなところで、うん、しかもコースで、うん、だから一人3万なんぼのコースと、うん、でもう一個上のコース行くと一人10万みたいな、うん、えってなってて、逆に興味あるな。すごいやろ、どんな店やで。いやそこはもう2年待ちで、うん、通常は入れないんですけど、うん、実はそこのお店のオーナーが、うん、岡村さんの中学の後輩ですと、うん、おで岡村さんにいつかこのお店に来てほしいっておっしゃってて、へでご招待、うん、したいとおっしゃってるんです、うん、おおほんまですかって。まだ誰かわからんねん。わからへん、全然わからへんよ。でうん、もうたたずまいからしても違うわけよ。入り口もどこみたいな、うんうん、で入ってカウンターに座ってんけど、うん、もうやっぱりただこれパッと見ただけで、うん、あこれ3万のコースちゃうなと思った、うん、どういうこと。もうなんかタラバガニがドーンってこうもう折って、おうおうおう、でなんか金粉がパパパパって、まあ、もっとお高いと。そうやね、うん、ほんで「あのもう今日は」ってご挨拶してくれはって料理長の方が、うん、でお箸をパッと取りはったんですよ、うん、僕のお箸。あれなんでお箸取んのかなと思ったら、うん、金の、うん、金色のお箸に「うん、岡村隆」って書かれてる。そのお箸ポンと置かれて、うん、これ10万のコースじゃん。うん、えっと思って、うん。で、出てくる料理、まあ、うまいね、うん。ほんで、ダイナミックやね。もう、うんうん、なんか、すべてが、うん。ほんで、今日オーナー、本当は、岡村さん来られるということで、うん、ご挨拶ってなってたんですけど、ちょっと忙しいみたいで、うん、来れないみたいなんですよって言われて、うん、ああそうなんですか、ほんならまた別の機会に、うん、って言って食べててんけども、俺はビビっててん。もいくらすんのやと、いくらすんのこれ、こんだけの人数で食べてて、うん、しかも後輩のお店で、うん、で食べて腹いっぱいなったぐらいかな。今日なんかオーナーちょっと近くまで来てるみたいなんで、うん、お会いできるみたいなんですけど、うん、で来たんや、うん、だ来たら、まあ、後輩や言うけどもう全然何の恰幅もええしやな、年上みたいな感じやね、うん、よく来ていただきましたとか言って、うん、いえいえこちらこそ。後輩でも50やからな。そうやね、どうも言って、同じ中学ですかって言って、そうなんです、いっぺんほんと来ていただきたくて、うん、もうほんとに今日来ていただいてありがとうございます。いやこちらこそ本当美味しかったですって、うん、で写真撮って、うん、でまあ
とりあえず、まあ僕はもうあの長居するのもあれなんでって言って、そのオーナーさん行きはってんけど、うん、さあそっからやん、うん、後輩のお店やし、うん、まあ払おうと思って、うん、でもこれなんぼすんの全部でと思って、うん、でももう財布出して、うん、すいません、あのお勘定お願いします、うん、って言った、いやオーナーからいただいてます、うん、いやいやいやそんなもうそれしたらもうそれしたらあれじゃないですか、もうこれならいいじゃないですか今度から、うん、いやいやもうここはもう本当に、うん、あのいただけない、オーナーからもういただいてますので、うん、そうですか早っ早いな、ごちそうさまですって何もぐらいするんですかねここって、いやもう本当にもうそれはまたもっと粘りなさいよ、時間かけて新大久保の細道ぐらい時間かけて、またあの別のお店もあるんですね、こちら、あ別のお店も あるんで、あそちらの方にまた来ていただいて、あその時にもお支払いしますんで、今日当たり前当たり前、今日のところはほんますんの最後さんですってお宮までいただいて、何名で行ったんだっけ、ねカウンターに1,2,3,4で後ろの個室、そんな大きいお店じゃなくて、うん、後ろの個室に1,2,3,4そんなに4個室に4カウンターに4ぐらいだったかな、8はもう単純計算で80万はね、10万コースやと80万は、まあ、100、お酒飲んでるでしょ、お酒飲んでるけど、ワインはもう開けへんかったから。怖って。そんなもん。ただやったのに。飲んどいたよかったのに。なんか一回こう、うん、でもなぁ。ビビって財布出してさ。80万ぐらいかかんのかなぁ、思って。思って読んだら、いただいて、ありがとうございますって。ほんで、箸持って帰ろうかな、またスッと箸下げられて。あ、お箸はあれか、と思って。すごい店やな。まあ、だからまあ、そのようなお店やから、何にもお客さん入れなくていいのよ。そうやね。ね。そう。それで回ってるお店やから。そうやね。ほんまにもう、なんやろ、後輩のお店やし、もうここはかっこよく払おう思って、財布出したけど、うん、取らへんかった。で、一回で引いたからな。まあ、あんまり言うのもな、もうこれ、パッと、あ、これはもう取り払えへんな、って。いやいや。あてた感じで。あてた感じで、これはもう。いや、どう言おうとも払ってない事実払ってない事実があるから。これも恥ずかしいことですけども、後輩に。ごちそうになってしまった次またなんか次のお店のとこはもう絶対払わなあかん、一本入れなワイン、いやほんまなんぼすんねんそれも。TRF サムカマキリは苦手60点ナイティナイのオールナイトニッポン、カッパ捕獲キット発売88点、ナイティナイのオールナイトニッポン。メール1枚いきましょう、はい、お久しぶりです、堺の成金です。おちょくちょく名前を出してくれてありがとうございます。俺はお前聞いてる時と聞いてへん時あるやろそれが分かって村があんねん、なんで村があるか、ああそう、俺はこいつ俺って言うよな俺は大型トラック乗ってるので、うん、ナビを信用して何回か狭い道に入り込んだことがあるので焦る気持ちはわかります。ああ、ありがとう。まあ俺ならその道余裕で通れると思いますよ。チャレンジしたいですね。絶対無理や。成金絶対無理。お前言うてあげたいぐらいやわ。そこの、あの、住所。まあ、俺も入れてあれしてるから、うん、いや履歴残ってるわ、そこの住所入れたら、あの徒歩で検索したら絶対そこ入っていくから、車で、いやこトラックなんか絶対無理、トラックでは入られへん、絶対無理、それはもう入られへん、それは
入り口で無理なんじゃない、ドラッグ。まあ無理やな、もまがられへんわ、絶対に、うん、どう考えても。じゃあ成金にチャレンジしてこすってほしいな、こうなったらな。ほんまやわ、余裕で通れると思いますよ。そのあれやろ、トラックはその会社の車やろ多分。そうそうそう、自分のマイカーもし持ってたとしたら何乗ってんやろな、成金が。なるな、それで一遍見てほしいわ、ほんまに。トラックのドライバーさんやから、こうトラックのドライバーさんでもうまい下手あると思うね。あ、やっぱり人間やから。うん、でも大体あれやろ、もうそういう人らは上手やろ、なんか知らんけどうまいこと運転しはるやん。まだトレーラーとか運転してる人すごいやん。いやすごいよ。ああ、まあ免許持ってるから、免許持ってる俺らもプロやねんで。まあ免許持ってるからね。免許持ってるから、まあ下手くそなだけやけど。うん、でももうものすごい大回りするやん、うん、トレーラーとかね、すごいよね。でも教習所とかヘッドだけやからな、あのあれがついてるわけじゃないから、ケツが2台が、ケツ2台ついてるわけじゃないから、うんうんうん、そうそうそう、ヘッドだけで走ってるからな教習所。うん、だから俺ワンツーファイブ取りに行った時に言うてん、そのヘッド、あの女のヤンキーみたいな女の人に、うん、めーって走ってて、あのパッて、うん、あの信号待ちみたいな、あの止まれのとこで止まってたら、うん、そのヘッドに大きな大型特殊みたいなの乗ってる人に、うん、顎で行けみたいな、させんって言ってめーって走ってた。 125cc オートマ限定。何こいつちょこまか走っとんねん。はいって言うよね、それは。もう、はい、ありがとうございます、一礼してめーって走ってた。ただまあ大型トラック運転してる女性ドライバーかっこいいよね。かっこいい、あれはやっぱり、うん、やっぱりあの YouTube とかでも時々見るけどな、かっこいいよね。かっこいいと思うよね。いきますか、タイトルコール。いきましょう、ナイナイタイムライン。はい、大阪府辻ニスタ。岸和田少年グレン隊のロケ地にもなったお好み焼き、鉄板焼き、もんじゃ焼き、ジュリが5月頃から解体されてました。あら。お店の味もそうですけど、店の特徴的な合掌造りの建物も大好きでした。お二人の岸和田少年グレン隊のエピソード、ジュリでの撮影のエピソードを覚えているのであれば聞きたいです。そうなんや。あれポスターにもなってたな、ちょうどこうのれんとかからパーティーでできて、そう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 、あの喧嘩なるシーンとかもあったけど、うせえな、そう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 、 あそこもなんか適当なことやってたな、なんか撮影、あのそのイズさんは何も言えへんかったけど、こいつらほんまもうちゃんと仕上がらんとと思ってたかもわからへん。鼻にポーン指入れたりして喋って突っ込むわけでもなく、なんかそんな台本にもどこにも書いてなかったけど、そうやな、そう平行いたりな、映画館のシーンでブーって平行いて、でもなんかアドリブでみんななんか臭いみたいなのをやってくれて、そんなやってた。まあそれ面白がってくれたよね、伊豆さんは。まあ、あ、それやん、もう一回出る、ほんならもう一回出るみたいなね。そうや、うん、まあでもあそこでももうあんまり場所とかも分かってなかったからな、連れて行かれて撮影だけして、岸和田っていうぐらいで、そうやね、うん、そっから岸和田から夜撮影終わって、そっからあれやもんな、タクシーで難波まで行ってたもんな、遊びに。ああ、あ、俺は行かへんかったな、俺から。だからまだ撮影残ってたりしたから、缶詰やった、あれもうそのまま遊びに行ったりしてたもん、朝帰ってきて、うんうん、で台本とかも全部読んでなかったから、あの時関係あれへんと思ってたから、どんな話かもあんま分かってなかったんで、あの時俺は。で、あの撮影の前にこうやってバーって台本開けてバーって覚えて、うん、その場でバーってやってただけやったから、うん、まあ見て、あの岸和田少年グレン隊のあの最後、卒業式、中学卒業するシーンでみんなビンタされるシーン、あれな、伊豆さんがあの先生役の俳優さんに、うん、本気でやれよみたいな、葉っぱかけられて、おらー言って暴れて、ほんま迫力だったな、
大輔とか思いっきりビンタされてバチッってもう吹っ飛んでいってたの。俺のバーンってやられたけど迫力あった。めちゃくちゃ痛かったよあのビンタ。マジのビンタやったから痛かった。で、まあ、ほんま流れできてほしかったん、もうその勢いで。でもチュンバの前だけ先生一回止まんね 止まんねん。で改めて思いっきりいかれんねんそのためが、あ、これほんまの昔先生にな怒られた時と全く一緒やって思い出したよね。でも怖かった、高校時代。順番で来るから、順番決められてるから、もう次俺来るな、うん、この人本気でやりはるわ。だからまあそれは愛の鉄拳やねんけどな。まあそうそう、そういうシーンやからな。そう、卒業やから先生泣いてしまうっていうね。あと、もうあれやん、植木鉢で頭こうバーンやられるシーン、これもう作り物やから。おばやん、これもういらないから、これもうすぐ割れるようになってるから、一発で行くからっつって、ほんで俺こうやってこう地面、こうアスファルトでこうやって寝転がってるところに、あの何ちゅうの他校のやつがこないして持ってきて植木鉢バーンやんねんけど、めっちゃくちゃ痛かったんで痛い、嘘ついてるやん伊豆さんってなって、あんなんばっかりやったな。いやもう結構痛いよね、あの腹思いっきりな蹴られるのとかな、うん、なんかこう一枚入れてんねんけど、なんか肉襦袢みたいな入れてんねんけど、あの何回も蹴られてでもオッケー出えへんのよ、嘘っぽいとかあって、うん、もう最後その俳優さん、あのオッケー出ないんで思いっきり行きますって言ってもうええよしか言われへんもんね。そうや、すいませんって、オッケー出ないんであとな、ションベンのシーン、あ、まあほんまションベン出せえ、マジっすか、ションベン待ちえ、出ないっす、出せ、あの双子の子らやんな、ちゃうかったっけ、ちゃ、あのなんか、あ、空手の達人みたいなやつ、相手のやつ、おしっこ出るまで、お前のションベン出るまで待つわって伊豆さんになって、めっちゃ水飲んで最後めちゃくちゃションベン出てたけど1時間ぐらい待ったけど、お前待ちやションベン、思い出すな、結構マジに近いシーンが多かったよね。いやいや、ほんまよかったらちょっと見て。茶碗蒸しの缶詰500点、ナイティナイのオールナイトニッポン、タイムラインもう一枚、はい、ご無沙汰しておりますたけし軍団のグレート義太夫でございます。先週は我が配信番組浅草酒場に触れていただきありがとうございました。朝から怒涛の登録しましたのお知らせにビビり、メールの内容を読むとお二人が浅草酒場について話してくださったとか、その後ネットで聞かせていただきました。おかげさまで登録者数700人を超えて、本人が驚いております。本当にありがとうございました。伊藤聖光さんには今の時代に半径2メートルの話をしていると笑われた配信番組です今度あの頃のお話をしたいですね。ではご挨拶まで。2時たけし軍団グレート義太夫、義太夫さんから。義太夫さん覚えてはるかな、覚えてはれへんやろうけど、俺らは覚えてるからな。そうやな、金粉落としてもらったっていうのは、うん、何にもせんかってね、金粉ダジャレマラソン一つもダジャレも思いつかず、うん、ただ走ってただけ、金粉塗って。懐かしいな、死んじゃうよこれとか言ってみんな有呼吸できねえんだぞとか言いながら、こんなこういうことを言うねやっていう俺らはそうかそうか、これがリアクションテレビやねって思ってたな。うん、あれどっかの駅からみんなで電車で行ってんな。ああ、それも覚えてる。なんかそのホームであれやな、たけしさんに挨拶してんな、吉本興業のナイティナインと言います、うん、うんって言って、うん、岩八段覚えてるわね。え、懐かしいけど、わざわざ義太夫さんありがとうございました。ありがとうございます本当に。はい、じゃあこの辻ニスタ、さっきのね、さっきの辻ニスタと義太夫さんに新グッズを送らせていただきたいと思います、ね、どっかに
置いといてもらいます。木田さん、これだいぶ遅れて届きますが、あの、何これと思わないでください。新グッズですよね。そう。新グッズまだ何かもわかりませんので。あと1ヶ月ぐらい。あと1ヶ月ぐらい。あの、かかるそうですけど、はい、できたらすぐに送らせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。コーナー行きますか。はい。悪い人の。はい。さあ。まずはですね、これは岐阜県グッドフォアザーからいただきました。今見ました。悪ん長渕剛さんが話していました。おい、とりあえずお前何してんだ。何、町から自分の口座に4630万円振り込まれてて全部使っちまった。お前ろくなもんじゃねえな。それ何使ったんだよ。プロテインか。え、ネットカジノに使った。お前な、賽銭箱に4000万投げたら追銭出てくる人生がいいと思ってたんじゃねえのか。カジノじゃなくて、お前がカジノ取れ。お前今いくつだ。いや、年齢じゃねえよ。ベンチプレスで上げられる重さのことを聞いてんだよ。あ、歳は20代だろ。こんなことでグッバイ青春かよ。あ、お前、俺がこの前出した新曲知ってるか。そうそう。黄色い果物で酸っぱいやつで、それレモンじゃねえか。リボンだよ。銭はよ、それは欲しいけどよ、何ぼ積んでも譲れねえものがあんだよ。それは昔は俺も分かったから、ダンベル持ってても雑誌の表紙でレモンなんて持てなかったよ。でもな、今の俺はレモン持てるんだよ。結局カゴに入ったレモンを10個以上持ってやったよ。お前分かるか、人は何度でも生まれ変われるんだ。お前これから二度と走れる坂道を登ってこないといけねえ。でも登ってこいよ、ほら来いよ、もっと来いよ、登ってこいよ。そっち二度と走れる坂道を登り切ったところ、いや最後やられた、勝ち取られた感じ。久しぶりのせいや。グッドファーザーも久しぶりですよね。書いてくれてますさ。お久しぶりです、うん、この間アンタウォッチマンというテレビで岡村さんが僕のネタを読んでるのを見て書きたくなりました。せいや、ちょっと読んでるやつが紹介されてたからや。しかもそれ長内さんのネタのやつなんでしょ。セイヤーやったよ、セイヤー。それで、あ、まあ、書いてみようってまた思ってくれたっていうことですね。新グッズ差し上げておきましょう。続きましては、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。見ました。悪中間試験前の授業を見ました。じゃあ授業始めるけども、今日は絶対にテストに出るところをおさらいしていくから、この授業さえ聞いていれば必ず90点以上は約束されたようなもんや。ではまず茨城西高校の先輩のタナッピと同じ会社に勤めていた人物は、正解はこれヒデやな。これは簡単や。同じ製薬系の会社に勤めてたからな。で、岡村隆史、大量のサインを書かせて証拠写真まで撮った人物は、正解これリッサやな、うん。頭に七味かけられたことでも有名なリッサやな。ここら辺はよく入試にも出るから注意してな。では、栗野はお母さんから何と呼ばれているという問題。正解は栗ちゃんやな。うん、結構引っ掛けで、栗野の下の名前書いてしまうやつも多いけども、正解は栗ちゃん。おかんも栗ちゃんって言うからな。っていうことを覚えてると楽やな。今日の授業はこれまで。これで中間テスト対策がバッチシや。それ栗ちゃんって言うてたな、そういったら。面白いな。みんな栗ちゃんやな、家族。そうね、全員栗なんやからな。栗ちゃんやねんけど。よう、そんなんす。ね、製薬会社まで俺言うたんかな、ラジオで。昔やったら名前言うて持ってるかもしれんで。ああ。会社の。ほんまやな。昔は。あ、言うてるかもしらんわ。うん。そうそうそう。だから、田中さんと、そう、あの、ヒデは同じやって。うん。そう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 。今もずっとそこに勤めてんちゃうかな。うん、そうやんな。そう。そう。仕事変わりもせずに。うん。ずっとやってるっていうのはすごいな。でも。変わってる人が多いんかな。仕事、いやー変わってるやろ、だって、うん、みんな辞め、まあさ、うちの兄貴もさ、ホテルやったもんな。そうやんか。うん、あの、そうそう、今言いそうになったけど、もう辞めてるからええんか。まあ辞めてるから。四半期ホテルやろ。四半期ホテル、そうそうやから、ね、だからみんなせやねんな、そのルートができてて、あの先輩が行くからそこも就職しやすいみたいな、うん、昔はそういうルートがあってな。そうそうそう、紹介してもらえるというか、就職ルートがね。そうそうそう。でも辞めるから、辞めいっぱい辞めていくと、もうそのパイプもなくなって、うん、西高辞めていけるからもうあかんわみたいな、うん、取ってくれへんようになるけど、うん、
だってみんなか変わって変わってるかな。うちの代もそう半分ぐらいはいそのまま働いてるけど半分ぐらいは変わってるで仕事、うん、変わってるわ。そうやんな。どうな一番仲良かった兄貴がなきのサッカー部でいたもんね。仲良かった人誰？二つ上に、俺二つ上。二つ上？名前忘れた。木本さん。木本さん。あ、木本さんね。木本さん。うん。そう、木本さんと一緒に入ってるからね。そうや、そうや。新阪急ホテル。ホテル。あれ、木本さんってどこやったかな？もう違うのかな？今？うん。今違う。今別の仕事してある。そうか。うん。あの人もハゲてもてな。そう。別の仕事をしてある。なんやったら、聞いてるでって言ってたかもしれん。俺実はちょっとあったのよね。ちょっと前。木本さんに？そう。そうなのよ。多分言うても大丈夫ちゃうかな。ドライバーさんやってはんねん、今。ああ、そう。タクシーの。あ、だからラジオとか聞いてくれてはんねや。そうそうそう。そうや。それでたまに聞くわー言うて。そうそう言ってあって。なるほど。で、その時もなんか俺の目的地まで送ってくれて。俺と兄貴を。うわぁ、俺もだから。そうそう。だいぶ前やけど、会った時にめちゃくちゃハゲてますやんって言って、うん、めちゃくちゃ笑ったけど、お前あんまそれ言うなよって言いながら。俺は気遣って言わへんかってん。すごいハゲてたやろ。もう別人。言わへんかった言わへんかったで、めっちゃハゲてるって思ってんねやろって言ってきやったから楽になったの。せやねんな。いやいや、そんなめちゃめちゃ。じゃ俺もだって薄毛治療してなかったらそうなってんねんから確実に。うん。治療してるからあれやけど。でもまあまあ、その年齢的にもね、もうそういう同級生多いし。そうで、俺木本さんですごい覚えてんのは、その、まあほんまの、またこれヘビリスナー、昔、血毛アップダウンクイズとかやったでしょ。やってた。岡村さんで。岡村さんでっておかしい。そういう企画というか。昔にもう東京出てきた時にもうなんかストレス溜まりすぎてて、部屋も二人やったからずっと。溜まってて。何して遊ぶか分からへんから、うん、もうパンツ脱いで、相方の顔の上にまたがって、そう。クイズ出して、不正解したらどんどんこうケツが下がってくるっていう。うん、めちゃくちゃ笑ってくれるから。大体不正解やね。大体不正解で、もうどんどん下がってきて、もう目の前に。で、岡村さんの血毛はもうジャングルですから、その時に、うわーってキャラキャラ笑ってて。それで発散してたんですけど、実はそのもう俺は人生で岡村さんの血毛以上の人を、俺は見たことないと思っててんけど、うん、実は高校の時に、木本さんが家遊びに来て、うん、兄貴と仲いいから、その時に、兄貴が木本さんのケツガーって開いたの、うん、俺に、うん。見てみこれ意外やろって言って。意外やわ、木本さんがそんなケツ毛生えてるって。木本さんがすごかったの。嘘やろ。ほんまやねん。でも、体毛ツルツルやねん。そうや、ないで。そんなすね。髪の毛もなくなってたんに。そう。で、当時も高校時代も、別に体、すねとかツルツルやった。ないよ。毛深いイメージ。毛深いイメージないね。お尻に全部溜まってて。うわぁ。嫌やわ、そんな木本さん。いや、嫌やわ。嫌やだ。あんたもええ勝負やから。嫌やわ、じゃない。ちゃうね。血毛っていうのは自分では分かれへんもんやからな。言うとくけど。いや、そうやで。ないもんとして生きてきてるから。かといってお尻拭いたかって別にそんな分かれへんから、血毛があるないは。でもある日やっぱり分かるやん、思春期。そう。うわって。ケツってどうなってんのかなって見るからな。鏡下に置いて。いや、まあ思春期は見るよ。どうなってんの？俺のは違うと。めっちゃ生えてる。でもこれはみんな生えてるもんなんやろなって思ってたし、やけに、パンツにうんこつくし、それなんでかって言ったら、やっぱり、拭いた時に、血毛に
タッチして、うんちがまだこびりついてる状態でパンツを履いてしまってる。しかもサッカー部が、あの、ブリーフやから。うん。カラーブリーフ、履いてるから。何を説明してんの？うんこの。だから、毛、お尻の毛っていうのは、ないものとして生きてきて、ある日、好奇心に駆られて、自分のお尻を確認したときに、みんな、恐れおののくって。でも、うすうす、なんでこんなにパンツに、まあ、今はみんなそう。ない人もおるやん。だ個人差があるから厄介やねん。厄介やけど、まあ、ない人の方が少ないと思うわ。やっぱ生えて、保護するために生えてくんねんと思うけども、ある日それを知ったときにみんなは、あ、こんなもんがあるって、ちょっとこう恐怖を感じるというか、こんなもん、引っ提げて、いつ頃からか生きてきたんやっていうふうに思うってこと。いや、ちょ、自然なことやから。大事なとこ守るんでしょ？守る。だその分、だから、あの、パンツにうんちついたとしても、そっからはものすごい服用になるけど、服用なればなるほど今度、そのティッシュが、血芸にこびりつくようになるからね。ああ。ついてることすらわからない。でもなんか。ティッシュが持っていかれんねや。持っていかれ、ティッシュが持っていかれる。でも、なんとなくお塩触って、何よ、これコリッとしたものは。なんかついてる。うん。で、爪でクッとこう。うん。あれ、キッと。毛を抜かないように。毛を抜かない。でも毛も抜く。抜けてしまう。うん。抜けてしまったけど、これなんや。うん。って見たときに、それは、ティッシュ、トイレットペーパーのカスやん。こびりついてるな、うん。え、そうやんな。でも絶対そうやんな。嗅いでみる。やっぱ。よう嗅ぐわ。嗅ぐわって、それ分かれへんやん。何かは。分かるやん。あ、多分これティッシュか、そうかって。でも絶対嗅げへんか、それ取れた時に、これ。あ、そうか。嗅げへん。俺ついたことないかも。いや、ついてるって。そこまで俺。もしみんな、今日まだ見たことないと。このラジオ聞いて。いっぺん自分で、風呂場でこうやって、手鏡で見て、で今日、なんか、怖い夢でも見てください。うわっと思って、寝られへん夜を過ごしてください。さあ、寝られへんようにはならないよ。僕はだからもうトリマーで、あの、定期的に、あの、カットしてますからね。自分で。はあ、そう思う。だやっぱほら、弱いとこを守るから生えるって言うやん。うん。だお尻弱いんじゃない？ほら、血とかあるやん、後に。あ、でも、あの、カットするようになったんはあれやから。最近やから、トリマーで。うん。だから。じゃあもうこびりつかない。こびりつかない。こびりつくこともないし、うん、なんか、違和感もない。ついてないっていうこと？ついてない。つくわけがない。ジョリジョリもし、あ、ジョリジョリはしてくるけど、でもそんなに、まだ、うん。でもそれは多分、それした方がも、俺は清潔なような気がする。ウォシュレットして。だからウォシュレットできたんは、じゃあもう、よかったよね。だから、あの、G とかも、あの、なんやな、良くなったと思うし。もう、恐れをおののかない。おののかない。それがめちゃくちゃトリマーで毛がわーっと落ちてきたとしても、剃ってるから。だから今日みんな、何食わぬ顔で、今日も一日過ごしてきたと思うけど、これまで何年間か知らんけど。やばいわ、これゾーンに入ったわ。このね、くだらないゾーン。久しぶり入ったな。くだらないゾーン。今ね、悪い人の、みんなな悪い人の夢のコーナーやけど、ちょっと中断させてもろて。みんながみんな、あなたほど血芸が多いとは限らないんですよ。いやいや、そんなことはない。みんな。恐れおののいて、来てないんですよ、みんな。いや、恐れおののけばいいって。おののけばほら、感情入ってるやん。違う違う。見てきてないんやったら、いっぺん、見てもええでっていう。見てみたらって。それで。ほら、もう変なメール来たやん。ラジオネーム、スールシャール。矢部さん、50を超えたこのタイミングで、改めて岡村さんの血芸を確認してみませんか。
もうええよもう。あかん、ほんなら今日はでももうあれやから、あの三浦さんのシュワッチの時間があるから、きょだから2時過ぎだもんな。そうそう、2時過ぎたからシュワッチ一回やらなあかんし、俺はだから来週までに綺麗にトリマー入れてくるから、本物のトリマー、本物み、うん、本物見せてあげるよ。本物見たらいいや。今まで見れへんかったやろ。違う、偽物ってなんだ。じゃあ今まで見れへんかったやろって言ってる。本物を、本物を見せて、偽物ってなんや。本物を見せてやるって言ってる。本物を食らえっていうこと。お前に本物を見せてやるっていう。ほら、食らえなってるやん。そうや。だからみんなも今日せっかくこうやってね、初めて聞いた人もいるかもわかんない。今コーナーを中断して言ってるからね。自分らは何食わぬ顔して今まで、過ごしてきたかも分からへんけど、自分も、あ、こんなん知らんかったわ、と。こんなことになってるなんて知らんかったわ、っていうのを、今日、この後、3時からでもええし、明日お風呂入る時でもええから、一回自分で自分を知ってみたらいい。ほんで、恐怖で、寝られへんかもしらんし、ふわって、じゃあそれ、だから何回も言うけど、更新差あるって。あるけど、何にもないと思わん方がええよって。つるんとしてる。それはみんな自覚あるよ。うん、自分の受け付けこれぐらいとか。うん、やっぱり、自分では見れない。くらえっておかしい。何が？だから、来週だから。くらえって悪意来週だから食らわすから、俺が。来週、見たらええ。悪意があんねん。取り間入れるから。ちょっと今入れない俺知らんけど、入れてくらえっていう言葉に自分の血芸を使っての悪意があんねん。君は見たことあるか。あるあるの、生えてる。生えてます。生えてんな。岡村さんほどじゃないやろ。見たことない。見たことない。見たことないけど、トリマーは入れてないやろ全く。まあ入れて、入れてないな。一回ヒゲ剃りで剃りました。ああ、そうかそうか。ああ、ヒゲ剃り。やっぱ経験してるから。糸感はそうやってやっぱりトリマー入れてんのよ。ひげ剃る、あ、ひげ剃り、ひげ剃り、であの、あ、キワ剃りの方やろ。キワ剃りの方でな、わかるわかる。でもそれは危険やから、できればトリマー、パナソニックの饒舌なんなって、血芸の話になったら。パナソニックのトリマーが出てるから、それでやったらもっと清潔になるから。だから来週だから、あの、本物を見せますよ。分かった。ね。うん、ね、シュワッチはどう、この後かな。この後に。ターメリックからいただきます。三浦さんのシュワッチの掛け声で、岡村さんの血芸を矢部さんが確認する時間というのも、オツだと思うのですが、いかがでしょうか。いや、取り前入れさせて、一点。本物を見せるためには。取り前入れたら、それ偽物やん。偽物ちゃうと本物やん。本物やつやで。本物。トリマーって何なん？だから、カットすんねん。カットするんでしょ？そう、カットして。俺はカットしてない時代を一回見てるやん。カットしてない時代を見てるから、カット。スルシャールが言うには、第一期の最終回以来確認してないはずですと。うん。だから、その、トリマーしたやつの、ほんまのやつを見てほしい。見てほしい。そう、何なん？本物って。ほんまってなんなん？だ、ほんまのやつやん。だから。隠れてないやつやんか。本物。それを食らってほしいってこと。食らってほしい。来週ね。ええよ。うん。で、もう一枚ぐらいいけるかな。もういける。どんなに血芸で脱線してんの。ちょっとね、コーナー中断してしまう。すいません。この後に、三浦さんのシュワッチ入ってきますから。楽しみにしておいてください。秋田県の夜ご飯おむそばからいただきました。今見ました。タレントに指示を出しているディレクターがいました。この後1時から3時までナイティナイのオールナイトニッポン始まりますので、皆様よろしくお願いします。番組がスタートして最初オープニングで盛り上げてください。その後は4時15分頃からナイナイタイムラインのコーナーやります。レスラーから届いたハガキを今日は3通ほど読み上げてください。それが終わって8時からは悪い人の夢のコーナーになります。ミランダカーたちからのハガキを置いておきますのでよろしくお願いします。エンディングで今日は終わりとなります。それでは博多華丸大吉さんよろしくお願いします。
さあこのハガキといいますかこのメール来ましたですけど、うん、この方には新グッズ、うん、先ほどの方も新グッズ、差し上げておきましょう。もう終わりですか、悪い人はもういついけますか、うん、これにしましょうか。品川区トラキッチンからいただきました。今言いました、ジャネットがウルトラマンに憧れていました。やっぱり誰もが一度はウルトラマンに憧れるよな。ジャネットもウルトラマンになってみたいわ。ジャネットがウルトラマンになるんやったらどんな名前になるんやろうか。ウルトラマンジャネット、なんかそのままやな。ジャネットこう見えても国際的なミュージシャンや、ウルトラマンインターナショナル、なんかしっくりけえな。いっそのこと日本語で国際ってつけてみようか。いやウルトラマンあかんな、それはあかんわ。飽きませんね。あかんな。何もあげますね。今日は以上ですかね。今日は以上となります。この後三浦 D のシュワッチ、CM 明けですか。CM 明けでシュワッチ一発いきたいと思います。お待たせいたしました。放送大きいステーションに全国36局ネットで放送中、ナインティナインのオールナイトニッポン。さあ、ちょっとね予定よりも遅くなってしまいまして、はい、変なところで盛り上がってしまいましたので、ここで、三浦ディレクターさんの例のやつ、みんな待ってると思うんで、リスナーの方々も一つお願いします。今こっち向かってくれておりますのでさあ、すごいやつね、ね、前回のやつ、はい、ちょっとねいつもよりちょっと、もうちょっと早い時間やったと思いますが、はい、それでは、三浦ディレクターお願いいたします。シュワッチありがとうございます。ありがとうございました、はい、いただきました。綺麗なシュワッチいただきました。いやー今日やったよね。素晴らしいです、ね、瞬発力、はい、やりましたよね。もうセブンでしたけどね。セブン、ウルトラセブンでしたね。If you better grab some coffee, your mind's beginning to play tricks on you. ニッポン放送ナインティナインのオールナイトニッポン。来年30周年記念漫才。さあ、はい、まずは愛知県のたまごちゃんからいただきました。どうもナインティナインです。僕こう見えてクイズ得意なんで、クイズ番組とか出てみたいなと思ってるんですよね。そうなん、ほんならちょっと練習しとこうか。練習すんの、うん、いつクイズ番組呼ばれてもいいように、今から僕がクイズ番組風にクイズ出してあげるから挑戦してください。ではお願いします。さあやってまいりました、クイズちょうどええのお時間です。問題に対してちょうどいい答えを出してください。なるほど、わかりました。問題です。我々ぐらいの年代の人間が食べる唐揚げ定食の唐揚げ4個、ちょうどええ、50を超えた体に唐揚げ5個は多いけど3個ではちょっと物足りない、4個ちょうどいいでしょう。よし、問題です。小腹が減っている時に食べたいもの。食べきりサイズのちっちゃいキャベツ太郎、うん、ちょうどええ、あれケータリングにあったら最高なんです。ちっちゃいキャベツ太郎、小腹を満たすのにちょうどいいでしょう。よしよし、問題です。あれなんやろこれ、急にパソコン止まってもうたかな、あれどうしたらええ、全然動かへん、エンターキー何回押してもこれびくともせえへんな、あれ何やねん、おい動けよ、何やねん、もうしゃあないな、ブチッ、ちょうどえ、パソコンがフリーズした時は一回コンセントを引き抜いて冷静になる、それ私もしょっちゅうやります。もう一度コンセントをさせばごく稀に復活することもあるので対処法ちょうどいいでしょう。よし、問題です。 Hello this is pornography music hour love up station stay tuned、 ちょうどえ、ポルノグラフィティのミュージックアワーの冒頭のジングル部分で stay tuned が入ってくるタイミングちょうどいいでしょう。よっしゃ、ということでヤルさん全問正解です。やった、どうもありがとうございました。ちょうどええ、ちょうどええ、これね、あの演芸グランドスラムね二丁拳出てくれましたからね、出てくれましたね、面白かったですよねやっぱりね、うん、ああそうそう、今週土曜日、そうですか、いいよね、別にもう発表されているからね、なんかドキドキするわ、うん、もうほら来てほら火事が飛んできたよ、いいのね。可愛い丸の出し方してくれたでしょう、火事さんの大きいけどこうやって横にしてさ、ちょっ
体倒してね。倒して。まあ、そのままやと、当たってまうから、あの入り口に手がパーンって当たってしまうからね。刈り上げ、綺麗に刈り上げたね。もう、すっきり夏仕様のね、感じに。眉毛もカチンとね、なってますからね。仕事差し上げときましょう。続きまして、岐阜県の、ともやぴからいただきました。どうも、ナインティナインです。今日は皆さんと一緒にあれについて考えていきましょう。あれにもいろいろな使い方があります。早速登場していただきましょう。あれ研究家岡村先生です。どうぞ。どうもこんにちは。早速ですが、先生の研究の成果を皆さんの前で披露していただきましょう。まずはユニクロのレジに人がいなかった時のあれ。あれ、ありがとうございます。次に、先生、ウーバーイーツで注文した料理が2セット届いていた時のあれ。あれ、ありがとうございます。次に先生、早炊き機能がついていないと豪語したのについていた時のあれ。あれ、ありがとうございます。先生、最後にサブ毛が生えているボンスリについて聞かれた時のあれ。あれ、ありがとうございます。それでは皆さん、またの機会をお楽しみに。ありがとうございました。やっぱ一番残るよね、サブゲのあれが。まあね、間違えて履いていってんけどね。サブゲは間違えんと思うねんけどな。これ一応ダウンタウンさんのあ研究家のあ研究家のですけどね、はい、名作ですけれども、新グッズ差し上げておきましょう。品川区トラキッチンからいただきました。どうもナインティナインです。よろしくお願いいたします。突然なんですが、本日は私がウーバーイーツでよく頼んでいるものを発表したいと思います。ようやく聞けるんですね。ぜひお願いいたします。かしこまりました。それでは発表します。私がウーバーイーツでよく頼んでいるものは、ドゥルルルルッ、晩御飯です。何の料理の名前を教えてください。失礼いたしました。それで発表いたします。私がウーバーイーツでよく頼んでいる料理は、ドゥルルダン、韓国料理です。ですから、なーに料理の名前を教えてください。失礼いたしました。それで発表いたします。私がウーバーイーツでよく頼んでいる料理は、ドゥルルダン、キムチです。いいや、料理じゃなくない。もういい加減にして。どうも、もうありがとうございました。ピスタチオもね、今日ちょっとYouTube で見たんですけど、めちゃくちゃ面白いですけどね。解散してしまうんですね。解散するな。そう、ピスタチオも演芸グランドスラム。あ、言うたらあかんかったかな、これ。これこそ、やばい。いや、しもた。ちょっと待ってよ。飛んできますよ、飛んできますよ。大丈夫じゃない？丸。かわいいでしょう。大丈夫。ああいうとこが好きなんですよ、私。カジさんの。芝クリストナンバーワンですけど。片思いだな。ずっと片思いなんですけど。新グッズ差し上げておきましょう。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、ナインティナインのオールナイトニッポン。来年共通テスト。さあ、このコーナーは全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストでもある意味難しいと言われている試験、来年共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。はい、月末恒例、今日はこちらのコーナー、スペシャル仕立て、10代のリスナーに電話つないで、ナインナイン共通テストに生挑戦していただきます。はい。つながっております。もしもし。もしもし。もしもし、お名前教えてください。はい。山口県ラジオネーム、サモニケ、19歳、大学2年生です。サモニケ、19歳。はい、あ、これ、ギリギリです。そうです。はい。あ、もうじゃあ、10代最後。10代最後。はい、もう2年生や。はい。何学部なの？人文学部です。人文学部、何人文学部って？世間一般的に言うと文学とかそういう風になるんですけど、
うちの大学が特殊で、3年生から5つぐらいのコースに分かれるんですよ。へえ。どこ行くの ?5 つのうちの。社会学っていうコースに進みたいなって思ってます。ああ、社会学。ほんだら社会勉強というか、だから自分のお尻がどうなってんのかとかも、把握しとかな。社会勉強ではないけどね。そうよね、やっぱり。そうですね。今までそういうのは、はい。自分の中で見たこともないし、そんなこと思ったこともないでしょ。サモニケは。そうですね、あんまり思ったことないですね。うん。やめてあげて、19歳に。血芸、血芸確認しろ。社会勉強やなと思ってんけど、社会勉強ではないか、こんなもん。社会勉強ではない。ただの血芸の話。そうか。うん、でもちょっとなんか興味持ってくれたら嬉しいなと思ったけど、自分の体のことやから、はい、ちょっとはいって言うとくしかないわな。サモニケな、ごめんな。お前やな。いや大丈夫、はい、将来は何なんの？一応地元で仕事に就きたいなと思ってて。あ、そうか。地元のどんな仕事？そうですね、公務員。ああ、公務員ならなおさらな、自分の体のこととか、把握してる方がええもんな、サモニケ的にも。そうですね。いや、公務員目指してんやったらもう、今無視してていいよ、サモニケ。ケスゲの話は無視しといて、俺らの。でももう止められへんサモニケがおるやろ、この後。そうですね。ちょっとな、やっぱり。ちょっとですね、はい。うん、またうまいこと、サモニケって、毛がついてモテるわ。せめっちゃ笑ってくれるやん。サモニケの毛はどうなってんのやろうなーって。ちょっとやっぱ、思い出したよね。そうですね。そうやろね。そうですね。だからもう、やっぱり、10代最後にね、やっぱり、はい、目を背けるんじゃなくて。はい。来月誕生日やが、誕生日までに。二十歳や、来月。しっかりね。目見開いて、はいはい、確認することやね。そうですね、うん、違うよ、二十歳になる前にこれ正解して、そう記念品もらってグッズもらってっていう、うん、はい、それか今もう見に行くか、どうする、クイズやる。サモニケどうする。サモニケケラケラ、ごめんね、今日なんか変な、こっちに久しぶりに来てる、なんか壊れかけのラジオやわこれ。壊れかけのレイディオ的な感じになって、ごめん。血芸ゾーンに入ってもうたのよ。ごめん。サモニケ的にはどうする、クイズ行きたい。まあ一応クイズの方で。わかった。あと何があんねん。クイズ以外で何があんねん、あと。何択や。わかった。じゃあ、サモニケの意見を尊重して、クイズ行きたいと思います。はい。さあ、それでは行きますよ。まず、品川区トラキッチンからいただきました。問題。ミノモンタ、引く、ミノ、足す、ヨシノリは。さあ、サモニケ。モンタ、ヨシノリ。正解。おい。やったな。やったありがとうございます。いけいけ、今、もう、正解したし。あるやろ、問題。サモニケ、もうもらえんねんから、グッズ。サモニケの笑い方好きやわ。ほんまにね、夜中にこう、ほんまにこう、裏声で笑うっていうの。どうする、自分の体を知るか、それともクイズ行くか。もう一問。ちょっとクイズの方で。よし、わかった。すいません。じゃあ、サモニケの意見を尊重して。続きまして、秋田県夜ご飯おむそばからいただきました。問題。墾田永年私財法。んは何回出てきた。さあ、サモニケ。4つ。残念。うわー、いけいけ、今から。ミニ。ミスったから。関係ない、関係、ミスっても関係ないよ。墾田永年私財法。ん、何回出てきた。3回。そうなんね。1個多かったな。惜しかった。多すぎたんや。惜しかったな。思ってる以上に。残念。多いかもしらんぞ、サモニケも。なんで、不正解したから。
いやいや、思ってる以上にね、多く答えてしもたから、サモニケ自体も。そうかもしれないですね。それ大やな。そうかもしれないですね。どうする？もう一問行く？行くか、見に行くか、体を。もう一問行くか、わかりました。中野区のワンチューからいただきました。問題。目覚まし土曜日は何曜日に放送している？さあ、サモニケ土曜日。正解！やった！やった！おめでとう。これで安心して見に行けんちゃうか？大丈夫です。今日は大丈夫か。はい。でももし、気になったらね。うわ、サモニケ、今日は良かったな、正解して。はい。すごいな。ちょっと日が悪かった。ちょっとね、お尻のゾーンに入ってたから。ああ、変なことになってしまったな。でもまたもしサモニケがいつか自分、見てしまった時とか、はい。ついに見ましたっていう日が来たら、はい。うん。またメールとかで、サモニケですと。恐れ、おののいた日が。眠れない夜がありましたと。メールくれたら嬉しいです。はい。はい。サモニケね、記念として、ステッカーとお守り。さらにモバイルバッテリーもプレゼントします。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、頑張ってね。これからもね。はい、ありがとうね、サモニケ。はい。ありがとうございました。はい。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。さあ、よう笑ってくれたな。よう笑ってくれた。よう笑ってくれた。来月末もお電話でリスナーにチャレンジしてもらおうと思っております。ネタの方お待ちしております。はがきは指番号 100-8439 日本放送ナイティナイのオールナイトニッポンナイナイ共通テストの係まで。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com 懸命に共通テストと書いてください。コーナーで生まれた方にはオリジナルノベルティグッズ、ステッカー、お守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。はい、曲です。 JO1 で With Us。やべっちカレンダー。さあ、まずはこれ大阪市フランシスコザビールからいただきました。うちのシャケ弁お頭ついてんねちょっと嫌ですけどね、シャケの頭。シャケのお頭、お頭はタイならまああれですけど、シャケまでもついてると。新物差し上げておきましょう。品川区トラキッチンからいただきました。こっちも必死のグッチでやってるっちゅうね港区はちょっと違うんですね。必死のパッチじゃないです、必死のグッチでやってるっちゅう。言った人おるかもしれんな、一人ぐらいは。まあね、うん、大金持ちの人は言うてんじゃいます、うん、なんか、新物差し上げておきましょう。横浜市世界観はバラ色にからいただきました。目標金額に達さなかったのでノーマネーでガナッシュですガナッシュチョコに生クリームを合わせたものガナッシュもらえんねや。ノーマネーやけど、ね、お金はあげられへんけどガナッシュ。さすがやな、デザートスイーツは出すっていうねでももうノーマネーでフィニッシュですって、もう知ってんのかな知らんやろ、都市伝説のクーちゃんしかクーちゃんのことやと思ってんちゃう、いつも都市伝説でいつも終わる時に言うてるけど、新グッズ差し上げておきましょう。続きましては、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。家のゴキブリホイホイにヘラクレスオオカブト捕まってたわいや港区やからおるんじゃないけどねヘラクレスはでもまあもう昔はね、もう飼われへんかったけど飼えるようになってるから逃げ出したかわからないですよ、港区飼ってる人が。でもめっちゃかっこいいよヘラクレス。もう子供がもう過ぎたけど。まあね。ああ、ヘラクレス手に入れた年あった。いや、もう。めっちゃかっこいい、やっぱり。
いいよね。だから我々の時なんかだからあかんかった、変われへんかったしね、ワシントン条約的なやつで。新グッズ差し上げておきましょう。続きましては、神奈川県シルベスタースター、あ、ツルベスタースタローンからいただきました。牛丼並盛りロッシーニ風で、うん、あんのか牛丼もロッシーニ風とか、ね、そういうのフォアグラ乗ってんのか、乗ってんのかな。すげえ、牛丼にフォアグラ、逆に美味しくないんちゃうか、牛丼にフォアグラ乗せたらどうやろう、牛丼は牛丼でいいんちゃう。やっぱ熱いステーキやからな、生姜とやっぱり七味でいいんじゃないか、うん。新グッズ差し上げておきましょう。杉並区ダラスマブスからいただきました。ママ友は漫才のことをマンハッタンって呼んでるらしいわ漫才マンハッタン、いやであの人らのマンハッタン多かったな。マンハッタン、またマンハッタン行きたいわマンハッタン劇場、大阪の行きたいわ言うたんか分かる。新グッズ差し上げておきましょう。今日は以上です。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、それぞれの係までたくさんはがき送ってください。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com。 メールの場合は1通につき1ネタで、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。メールもたくさん送ってください。なお、テントリ占いのみはがきだけの受付となります。お願いします。井口サトルの友達岡野明人です。岡野明人の友達井口サトルです。仲良し2人でオールナイトニッポンやります。みんな大好きずっともラジオ、岡野明人と井口サトルのオールナイトニッポン、放送は今度の火曜日深夜1時から。インノスター。トム・クルーズ、はい、3年10ヶ月ぶり、うん、来日、59歳でも、いや、かっこよかったね。ナイティナインの同じ日本、同じ誕生日、誕生日、池のメダカさん、みんなちっちゃい。ナイティナインの同じ日本。この番組はワンカップ大関、栗本鉄工所、高須クリニック、井出光興産、日本外資、以上各社の協賛で東京中学有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました、はい。今日のエンディング曲は徳永英明さんで壊れかけのレディオということです、うん。そして天体占い、採用者、杉並区ペンネームダラスマブス、宝塚市ペンネーム心の折れたエンジェル、稲沢市ペンネームジャーキー、鹿児島県ペンネームズー、4名の方々にお門を差し上げます。はい。今日放送されたこの番組はラジコのタイムフリー機能でもう一度聞き直せるほか、 Spotify のポッドキャストでもこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞くことができます。 Spotify のアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。一部の放送局を除いてこの後3時からはマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、こちらもお楽しみください。はい、はい。今日はね、ちょっとあの体毛の不思議について語らせていただきましたですけどね、まあ申し訳ない、まあ立て直したとは思いますけど、壊れそうでしたけど、でも反響すごいね。神奈川県プレミアムロード、岡野さんに即され血芸を見ました、はい。こんなにも自分の血芸は乱れていたのかと衝撃を受け、汗が止まりません。そうやろな。楽しみにしていた三浦さんのシュワッチ、何も感じませんでした今後自分の血芸と向き合うまで時間がかかりそうです、うん。まあ逃げてたんかな今まで。まあね、知ることの怖さもあったやろし、知った怖さもあるやろしどっちにしても怖いよねああ、
こういう人も埼玉県マッサ。僕のケツ毛は短く太いです。正直ボディーソープは最初にお尻に当てて泡立てます。そのくらいのケツ毛なので誰にも言えませんでした。でも今日初めてケツ毛のことをオープンにできました。ケツ毛師匠ありがとう。そうね、だから俺なんかもそのゴリが一緒に風呂入った時にガレッジセリのゴリがドライヤーでお尻ブワーって乾かしてて、何してんのって言ったら、毛すごいのでこうやって乾かさないともう絡まってもうすごいことになるんですよって言って、あ、だブローしてこう伸ばしてったのは覚えてますよ。すごいね。そういうこともありますからね、うんうん、ラジオネームルート99。岡村さん、血芸に関して10分以上も語り、10代男子に社会勉強しろと説く暇があったらさっさと運転を練習してください。取り前よりもハンドル握りましょう。そんなことは今関係ない。もう血芸師匠にはなってもだからな。血芸師匠になってしまったらもうあかんや。もう冒頭のトークなんて、そんなことはもうまだどっか行ってるよ、うん、関係ない、別人やと思ってください。うん、ハンドル握ってる。そうそうそう、岡村さんとはそういう君はどうなんね、逆にその君のお尻の毛はどうなってると思ってるんだ。まあ別に多かろうが少なかろうが別に僕たちは構わないし、ね、うん、あの知らんまま行くのか知ってお、あの恐れおののくのかの二択やからね、人生なんて。好きにしてくれたらいいと思うし、今日は血芸師匠に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。わー言うとります。お時間です。さようなら。